はい、今回はこちらですね、アリの巣マップみたいなのをダウンロードしてきたので、こちらで遊んでいこうと思います。でこちらのマップのルールなんですが、まず基本的にこの箱の中で生活します。このね、壁とか壊しちゃダメだよ。え、これ生活サッカーでしょ。ええ、これ生活するんでしょ。そうだよ、ここで生活します。これアリ出てくるの。アリは出てきません。自分たちがアリになります。あ、そういうことか。夏休みのね、自由研究、皆さんこれから夏休みなんでやる人もいると思うんですけれども、こういう感じのアリの巣観察みたいなね、そういう自由研究をする方もねいらっしゃると思います。ということでね、こちらのアリの巣のマップやっていこうと思います。でまず木を取ろう。まず木を、確かね、このマップね、制作者が設けた目標みたいなのがね確かあったんだよ、配布ページに。その目標をどんどん達成していくっていう、そういう感じのマップになっているので、ちょっと目標達成していこう。最初、いや、ちょっと待って、英語だからよくわかんない。まあ、サバイバル ルールがあるって。ボックスの中のみでプレイし、グラスやウールを壊さないでください。だからガラスとか羊も壊しちゃダメだって。え、壊したのよ。壊したらダメです。中に入る方法があるの。中に入るというか、もう中入ってるよ。あ、そういうこと。このウールの中なんかないの。ウールの中は何もない。あ、外だよ、もう外の世界だよ、こっちは。あ、これ狭いんだ。相当狭いな。うん、目標、まず木材を集めろ。だって木材集めろ。集めてますまあ集めました。はい、木材集めたね。はい、次の目標、いくつかの松明を作ってください。松明置いたんじゃん。作ってください。これ置いてあるだけです。これ作ってください。あ、簡単に。そのために石炭欲しいね。石炭を見つけよう。ちょっと木炭でよくない。木炭ある。あ、木炭、そっか、木炭にして、木炭でいいか。そこら辺なんか、あ、かまどあるよ、かまど。え、かまど炭治郎炭治郎じゃねえんで炭治郎いるから、ここ炭治郎にお願いしますって言って。え、ここピー入っちゃう。え、なんで。え、いや、なんか著作権的に。いや別に、あの、多分商標登録とかされてないから大丈夫やされてると思うけど。え、ちなみにこれはエンドラまでいけんの。エンド、いや、それはわからん。あの、このマップ、あの、初見なので。あ、ちなみにこちらのマップね、あの、双葉さんがプレイしてたワールドなんだけど、その動画も、あの、私全く見てないんで、あの、あの、見た、あの、双葉さんの動画。あの、いや、見てないな、このマップ。じゃあみんな初見なんで、あの、大丈夫です。これ完全初見でやっております。あ、タイマー作った。作ったよ。あのね、配布マップには、配布ページにはなんかサムトーチって書いてあるから、あの、サムだったらいいよ。サム、 SOME。 サムって何。いくつかの3つ作ったよ。3つだったらいいやろ。じゃあ4つ作ったなら目標達成。その次、家をでかくしろ。だってこれ家、もしかして。いや、それ家じゃないと思う。こっちだと思うこっちだよ。この家をでかくしろ。だってじゃあまず壁破壊すっか。壁破壊しようってことか。壁破壊しないと、そう、あの、想像、あの、破壊しないと想像できないからね。あ、でかくなった。なんか多分、あの、4マスぐらい広くなったよ、なんか。もう、この家がちっちゃすぎるんだよ、元が。これさ、ウール壊しちゃダメって言ってたけどさ、この、本棚壊しちゃダメなんて一言も言われてないんだよね。これ壊していいんかな。壊してみようか。あ、ちゃんとウールになってる。あ、ちゃんと対策されてる。すご。頭いいな、制作者。あ、ウール壊した。あ。あ。いや。え、じゃあこの茶色のウールダメ。あ、ダメだよこれ。あ、ウール壊しちゃダメだから。やば、さっきそうじゃん。その次の目標が、畑を作ろう。だって、小麦、サトウキビ、かぼちゃ、メロンってマインクラフトあったっけ。メロンってないよね。スイカか。配布ページメロンって書いてあるんだけどさ。いや、メロンって言うんだよ、スイカのこと。スイカのことメロン。あ、そっか、ウォーターメロンか。なるほどな。この配布マップさ、あの、バージョンが低すぎてさ、飾りかぼちゃがさ、種作れないんだよね。いくでしょ。これ昔のバージョンだったら作れたんだけど、ちょっとこれはしょうがないんで、ちょっと、これはバージョンの関係でクリエイティブ使わせていただきますね、皆さん。かぼちゃ手に入れてきました。これでね、種が作れますね、16個の種。で、あと小麦の種はここら辺から手に入れて、メロンがないから、どうしよう。あと水源もないんだよ。地下行く。地下のスポナーとかにあるんじゃないかな。多分あると思うけど。ありそうだよな。ちょっと地下。まあ、なんか鉱石を
見つけなさいっていう目標もあるからちょっと地下行ってこようかな。うわゾンビの声怖っ。地下へレッツゴー。お鉄がある。あと雲の巣もある。おシルバーフィッシュがいるけど、え敵対してこない。あれ仲間、あいたシルバーフィッシュがいる。シルバーフィッシュ、これはこれ殴るとそっか分裂するんだっけこいつら。痛い。オッケー、オッケー倒した。あ大丈夫そうだね。ここら辺の石、あこれは大丈夫そうだね。これも大丈夫な石だ。多分こっちら辺の石が、あ大丈夫だ。あだ、うん、ダメじゃね。何がダメで何がいいのか分かんなくなってきた。これ大丈夫か。あ大丈夫だね。あ、なんか家でかくなってる。家が。すごい、なんかめっちゃ豪華に見える。おー、シルバーフィッシュ。統合版はシルバーフィッシュ分裂しないのかな、これ。え？お、ゾンビ。分裂したら見たことないよ、俺は。なんか今のゾンビ多分、あ、親子ゾンビだったわ。なんか。あ、しかもなんかゾンビの死骸あるし。怖い。ほら。やっぱマインクラフトはホラーゲームだから。お、クモがいる。何これ。変なブロック見つけたんだけど。何これ。え、マジ何これ。食料ない。一瞬で壊れた。不明ってブロック見つけたんだけど。何これ。バグってん、バージョンでバグってんじゃない。そういうこと。何不明ってブロック。初めて見たんだけど、これ。これ見る？これ不明ブロック。え？色むせて。それ？これ。あ、置けねえ。これ、私が今手に持ってるやつ。見える？これ。何これ？これ見て、これ。ん？何そのブロックは巻いて。ブロックね。これ、この今手に持って、私が持ってるやつ。これ見える？見える。色がグレー。ちょっとチェストの中入れとこう。あ、チェスト開けねえ。あ、ダイヤモンドだ。やった。あ、シルバーフィッシュ多すぎ。これね、触ってね、すぐ溶けそうなやつは大体シルバーフィッシュだよ。あ、やべえ、ごめん。やべえ、私も死ぬ。必殺、不明攻撃。あ、不明殴れねえ。あ、これダメだ。あ、これはオッケー。あ、これもダメだ。あ、これもダメだ。あ、これもダメだ。これ素手で。殴れるやつが。次のミッション。ちなみに。次のミッション？畑。ミッション。畑作るか、鉱石を、すべての種類の鉱石見つけて、みたいな、そういうのがある。鉄の鉱石ある？鉄の鉱石はさっき見つけた。こういう時は、うわ死ぬ、マジで死ぬ。あ、これ、あ、持ち物の保持オンになってる、優しい。だってこれさ、私も下の方ちょっと見てみたい。私も見よう。よいしょ。お、あ、こっち真っ暗だった。あ、ダメだ。あ、帰ってきた。お、水を発見。じゃあ、鉄が8つあるから、これを使って、鉄のつるはし、バケツ作って。足が痺れてきた。痛い。めっちゃ痛い。おー、爆発した。何？雷か。これで全部の鉱石発見したかな。石炭、鉄、金、レッドストーン、ラピス、エメラルド発見してない。エメラルド発見しないと。このなんかテラコッタ怪しいんだよな。テラコッタ掘っていったらなんかある気もせんでもない。いや、ないわ。あ、ダイヤモンド、ダイヤモンド発見した。やった。おーっと、いや、シルバーフィッシュぐらい余裕だ。あ、めっちゃシルバーフィッシュだ。ここらへん作者シルバーフィッシュ好きだな。お、作業台持ってる。何？作業台持ってる。作業台持ってるよ。2つ。こういうのはあったら、なんかツインリングモテギっていうところに私結構な頻度で行ってるんですけど、そこにこういう感じのアスレチックあったわ。なんか
懐かしいな。最近コロナで行けてないからな、行きたいな。ここだな。小さしがここでいいな。よし。で、クワを作ろう。俺のこと殺して。ちょっと HP ない。他の目標達成するか。まずダイヤモンドでツールを作ろう。ダイヤの剣作りますね。どうぞ。でその次鉄の鎧をどれか一つ作れ。じゃあ鉄が足りねえな。ちょっと鉄。あとはダンジョンを見つけよう。ダンジョンってあれでいいのかな。スポーナーのことを言うと思うので、ダンジョンはもう見つけましたと。であとは何かな。本棚を作る。2つ作りました。これぶっ壊したやつそのまま作っただけだけど、これ目標達成したことになるのかな。これなるでしょ。なるか。まあ作ったしいっか。そっちシルバーフィッシュの大群を倒す。大群作らなきゃいけないって。じゃあ私大群作ってくるわ。めっちゃ大群できた。あー気持ち悪い。あ痛い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 。ちょっと倒そう。あ、やばいやばいやばい。普通に死ぬ。痛い痛い痛い。あ、落ちた。まずい。痛い。あ、一死んだ。あ、なんか外出てきちゃった。あ、なんかある。ちょっとネタバレされた。あ、下にも木があるけど、これ取っていいのかな。これ、ダメか。戻ろう。ちょっと待って、シルバーフィッシュは大群倒さないと。あ、それ大群の残骸。あ、倒した。やった。じゃあ目標達成だな、これ。この下、なんか、あ、やべ。おあ、倒しちゃった。オッケー。いや、シルバーフィッシュ多すぎ。